そろそろ準備終わりそう。そう。大丈夫？うん。久美子。うん。久美子は、もし私が負けたら、いや。例の。嫌だ。嫌だ！どうして？レーナは特別になるんでしょ？そうね。レーナは他の人とは違う。レーナは誰とも違う。人に流されちゃダメだよ。そんなの馬鹿げてるでしょ。でも今私が勝ったら悪者になる。いいよ、その時は私も悪者になるから。香織先輩よりレーナの方がいいって。ソロはレーナが吹くべきだって言う。言ってやる。本当に？多分。やっぱり久美子は性格悪い。そばにいてくれる？うん。裏切らない？もしも裏切ったら殺していい？本気で殺すよ。レーナなら死かねないもん。それが分かった上で言ってる。だってこれは愛の告白だから。レーナ大丈夫。最初から負けるつもりなんて全くないから。